なぜアウラはロリの姿なんだろうに対するみんなの反応をまとめてみた。わらわが若返った理由か。研究漬けでろくにできなかった青春とやらを送ってみたかったのじゃ。ある、だ、フラガが喉から手が出るくらい欲しがりそうな技術。実は火事の時点で若返ってて、火事から逃れてどこかで生きてたりして。大丈夫だ、仮にあそこで死んでても若くなって生き返ることはできる。そう、カーボン10万ならね。年齢の前にその口調何？お前ただの科学者だろ。なんかで言及されてた気がするがマジで王族の養子だったらしい。特典じゃない小説の記述だね。メイリンの調べによると、アウラは先帝の養子。養子に出したはずの家系にはアウラという娘は存在しない。ただし、年齢は合わないがその家系にアウラという人間は在籍していた。こうしてみると、どうにも先帝が引き取った経緯が気になるな。何らかの見返りか、スキャンダルを用いた脅迫家のいずれかじゃないかな。お前のやりたかった青春物騒すぎない。王族の分家出身はガキっぽい。小説のあれか、偽装工作じゃなくてマジで王族出身だったのね。支配欲が肥大化した理由が地味に見えてきたな。アンチエイジングするにしても若すぎない。若返るにしても大体10代後半から20代前半くらいに抑えるだろうに。なんで10歳前後の体に。10代前半ぐらいからジュブナイルしたかったんやろ。現状コズミック、イラで一番状況見てそれっぽいのはカーボン10万なんだよな。自分の体用に一人用意してそれに意識移してない。なぜかカーボン10万がよく言われているがあれ記録したタイミングでの体と記憶にしか変化させられないので若返りには使えないのよね。若い頃の自分が新しく出来上がるだけで。日記とか記録を読んで自分が本物だと思い込んでるカーボン10万や、カーボン10万を作るための技術を発展させたものを使ってるとかもあり得ると思う。もしくは生体 CPU とかに使う記憶転写技術を使ったとか。闇に落ちろとブロックワードって似てる気がしてきた。なぜかというかまあ若返り技術現状あれしかないからな。いいや、勘違いされがちだが、実は普通に脳内そのままで若返りに使える。これを糸病気をなくして働き盛りの頃の体にできるんだ。で、見ての通りこの若返ったカーボン10万の運用は、老人として死ぬ1年前に改造した爆空、実際運用が死ぬ1年前に CE に初めて爆空が現れたのことを、普通に運用は覚えていたりする。つまりカーボン10万は、人格記憶も死ぬ直前まできっちりコピーした上で、体だけを若返らせれるのよね。ほんまや、じゃあもうこれほぼ不老不死やん。人が一人素体として脳改造&肉体改造されて別人の怪人カーボン男女にされて実質死んでるので、ほぼエドテンショーとかショッカーの怪人のそれなんだよな。正義の人を手駒にするために死から復活させたけど洗脳の脳改造する前に脱走されて仮面ライダーになる王道パターンやん。生き返った人にとっても一人自分が復活する犠牲になってる人がいるしもう自分は実質社会的死人だしで丘のとあい。できんのかよ。じゃあもう障害全部クリアされるじゃん。忘れがちだがカーボン一人作るのに素体になる別人の命を犠牲にするんだ。赤ん坊かまだ受精卵の段階の人間の細胞からクローン作ってそれ素体にすればノーリスクじゃん CE 倫理観。多分こいつみたいなもんだと思ってる。嘘だろお前。中の人も17歳以上退団してるから永遠の17歳ってわけでもないし。劇中だけでも明らかに写真と外見が違うし小説版で解説してくれるのを待つしかない。クローンに脳移植とかだろうか。メンデルはろくでもない研究してたしそれくらいやれそう。一番ありそうなのはこれだけど脳の老化は止められないよな。クローンにゆりかごで記憶を転写したんじゃね。案外ガチで放送禁止な技術使った可能性あるな。ナチュラルのムーさんを別人にできるぐらいの技術あるから記憶関連はやれそうなのよな。脳移植は脳の寿命は伸びないよね。神経自体は古い細胞がそのまま続投で使われてるのでまあはい。ボケ、気泡、記憶力の低下、認知に出る障害。小説版に枠 CE25 年生まれでまだ50代くらいだから脳の老化とかはギリギリ大丈夫なラインじゃない。マジレスすればリアルな話30代後半あたりから急に記憶力や注意力が衰えてきて悲しくなってきますね。マジでね。若さの秘訣かい。カボジュだとしたら遺伝的に近い子供が一人犠牲になってるわけだが悪いことやりすぎて手麻痺しそうになる。でも、カーボンヒューマン技術は、クルーゼやレイの頭は書き換えずに体だけを、オリジナルのアルの遺伝子で書き換えて若アルボディにすれば、クローン特有の不具合が消えるので、結果として治るという治療法にも使えるから。それ体が衰えるとに定期的に体細胞を脳も含めて書き換えたら不老なんだよな。脳の中のデータは書き換える前に一度データを外に取り出して、改めて体ごとリフレッシュした新鮮な脳改造済みカーボンは脳内改造も含むに書き込めば、いつも新鮮フレッシュな脳みそでクリアに飛行することができるぞ。もしかしたら、アウラの役割を持たされた単なるクローンかもしれん。こんなん使うの倫理観がない悪人ぐらいだよ。そんなの、悪人じゃないとできない。悪人だからやる、やった。かわいそうなキッズ幼女が一人犠牲になって頭も体もロリババアとして改造され尽くす尊厳破壊されてる。ってこと。
怪部下の娘が一人行方不明とかだったらこれ完璧黒だよね。まあ最悪スラム街からガキをさらって書き換えるか移植用クローンでも作れば済む話だけど。だからこんなことをするワルの組織は戦ってでも叩き潰さないといけないんだ。人類の自由と平和のためなんだ。カーボンは生前で起きたショックがあまりにでかすぎた場合、カーボン化後はそれに激しく執着するようになるってデメリットがあるから割とデメリットでかくはある。害にされたギナガ害への復讐しか考えられなくなるように、アウラが大人と思えない集大さらしてるの、これが原因か。つから子供となって可能性も高いが。なるほど、自身の研究が世間に認められなかった、アコードの力で世界征服して研究の価値を証明したいとかか。ちゃんと後半のカーボンギナは理性持ってを敵返ししてるから、カーボンヒューマンだって人間だから成長ってやつができるんだぜ。このワルの再生怪人カーボンギナ男は変態怪人やってたギナ見ると尊厳破壊すぎて笑う。タカーボンは普通なのにギナだけ変なことになってるのも相まってひどい。おろうしや、皆様。いいだろ、再生怪人のやらなきゃいけないこと全部やる再生怪人の鏡だぜ。ああ、しかしこの絶妙なポーズ、すげえ、全身で、俺怪人ですって主張する躍動感があるし。いろいろ考えてみたが、劇中のアウラはオリジナルアウラのクローンじゃないかな。ラクス・トールフェから見るに実行装置と制御装置分ける運用思想してるから、実行装置としてのアコードに対して、アウラは制御装置として機能を持たされてるのかもしれない。もっぱらアコードはラクスの洗脳食らったり反旗を翻さないようにアウラの遺伝子に従順になるように設計されてるんじゃないかな。遺伝子に対して従順になるように設計した場合、遺伝子のブレがあったらいけないからクローンが一番確実性が高い。で、そうなった場合、霊の失笑に合点がいく。霊生産時には響き博士もアルダフラガも死んでるのに、誰が何のために作ったのかって理由が、アウラともしかしたら議長がデスティニープランのためのアウラクローン生産のため、亡き響き博士のクローン技術を再現するためだったんじゃないかな。議長が霊に、君もラウダって言ったのもアウラの役割を持たせたアウラを生み出すために霊が生み出されたからじゃないかと。種世界のクローンは対応期間が短いからわざわざ計画用に作成する意味がないですよ。クルーゼ享年24歳、アルのクローン、スパコディ資金のための取引品だったけど失敗作、レイ、アルのクローンだけど製造理由不明、アル、ダ、フラガのクローンを何らかの目的で求めた、メンデルチームがいたのか、する前にアル、ダ、フラガが再注文したけど取引先は燃えたとか、CE46 クルーゼ誕生出荷、CE55 年この近年でムートクルーゼ屋敷遭遇の5月18日キラ誕生にブルコステロ、CE68 年のバイオハザード起こるまで稼働してた、三石同盟は71年7月1日2日、オルフェはキラよりも早くに製造済み、人工子宮技術に関わらない母体影響を受ける状態で製作してるのか、アウラフクティ代はブルコステロ以降の13年間のバイオハザード起こるまでの間の何らかの技術で製作したニューボディか、そこらの幼女改造してのカーボンヒューマンか。そもそもカーボンヒューマン技術は脳内そのままでは輝らせることと、有能な人物を復活させることと、あとはまともに育てるより早く改造できる速さが売り。劇中でカーボンヒューマンの利点に、コーディネーターにしろクローンにしろ作った後育てなきゃ役に立たないの。カーボンヒューマンは改造で働き盛りかつ経験積んだ状態の人材をコピペで早期調達できることとして挙げられてる。発想がやっぱ下道だよ。まさかの実施説、完璧なアコードとして生み出して自分で一から自分になるように教育した感じで、アルダフラガのクルーで放棄しなかったパターンみたいな感じで、理由はその方がおぞましいから。ロリ城とかキラに懐く神とか、ミレニアムの環境とか、特に説明されてない部分この作品結構あるよね。こういうのとてもいいと思うの。正確の情報知りたければ掘ればいいし、見るだけなら自分の脳内で適当に設定すればいい。やっぱり、はて、みたいなサムネじわじわ来る好きになってきた。できるだけ長く支配者の地位にいたいから、前歴の偽装として元の姿からはかけ離れたものにしたかったから、見た目幼いから悪いことは考えてないだろうと油断を誘いたかったから、利便性を求めた理由ならこのあたりかもしれないけど、アウラだからな。これに CV ゆかりんなのは制作側も狙ってないか。映画は時間がないから CV で説得力保たせるためにはしたって言ってたよ。え、ババアなの？普通にロリだと思っていた。粛清ロリ神レクイエムが頭に浮かんでダメだった。青春それは君が見た核の光。アウラ、チビアウラの肉体乗り換えで性格までは移植できなかったのなら、アル、ダ、フラガが使わなかったのも納得がいく。超人の記憶だけが完全移植された子供なんて、増長しまくって後継者としての資質を教え込むのは困難だし、